こんにちはフフィーフィーです、えー、コロナのね騒ぎの中でその裏でねとんでもないニュースが飛び込んできました韓国で起きた、まあ、衝撃のもう韓国全土社会をね揺るがすような、えー、性犯罪そのねあまりにも本当残酷な残虐な内容にちょっと取り上げるかどうか私悩んだんですけれどもまああの 韓国ではね、これがね、本当に大きな問題になりまして、韓国も本当にコロナのことで本当大変な時期なんですよ。そんな時期でもこう、聖火台、聖火台って向こうの国会みたいなものですけれども、そこにまで、まあ、その話がこう持ち上がりまして、その聖火台を動かすほど大きな事態になっていて、またね、性犯罪っていうのは、これ韓国で起きたことですけれども、ネットでこう、 なんていうのながることによってか、自分が加害者にも知らず知らずなってしまったり、また被害者にもなりやすいということで、もう誰にでもなりやすい。だからもう他人事じゃなくて、これは知っておいてほしいなという、まあ警鐘を鳴らすためにも、あえてこの事件を、まあ私の動画の方で取り上げることにしました。えー、まずどういうことなのかというと、これね、事件の名前が N ンベア事件と呼ばれています。 で、このね、性犯罪が発覚したのが、ネットの3月21日です。で、ネットでね、これ、博士という名前でアカウント名を持つ25歳の男性が検挙されました。この男性、会員限定のチャットグループ。えっとね、あんまり日本で使われてないシステムだと思うんですけど、聞き馴染みがない。テレグラムっていうのがあるんですよ。そういったシステムの中で、あの、 N 番部屋っていうのを運営していてで女性のわいせつ画像だったり動画だったりをアップロードして、まあ、多額の利益を得ていたとこういった事件なんですねなんかねこうやって聞くとそれってまあ別に今回の件に限らずどの国でもこういったのに似たようなものは検挙されている事件と変わらないんじゃないんですかっていうふうに、まあ、思うかもしれないんですけどもこれあのそのあの犯行その内容の恐ろしさとそれから規模 規模の大きさでもう大変話題になっているというか大きな問題になっているんでちょっとねこの、うん、私もこれ説明していいのかどうかってちょっと内容もあまりにひどいんですけれどもあえて知っておいてほしいということでまあ,あの紹介しますえっと2019年2月頃からこのテレグラムというシステムを使ってえ未成年を含む女性74名が性的被害に遭っていますで、えー、どういった内容かというとですね 体にナイフで奴隷という文字を刻ませる。え乳首を切る。膣内にハサミを入れる。幼虫を体内に入れる。男性の公衆トイレ内で裸にさせ自由行為を命じる。脅迫し、強姦を繰り返す。まあ、これらの、まあ、行為、そういったものを動画だったり画像だったりをグループチャットでこう共有できるように流出させたというものなんです。大、ま、変卑劣だしショッキングな内容ですけれども、えこのグループチャット、 このさっき言ったように規模があまりにも大きいというのは会員制なのでこの会員が26万人以上しかも有料会員なんですねまあレベルはいろいろあるんですけど後で説明しますこの会員レベルは階級で分かれているんですけれどもまあ多分まあほとんどは興味本位だったとは思いますけれどもただこの26万人っていうのはあのこの有料会員がほとんど男性としたら全韓国のあの男性 <laughs> 1> の100人に1人人人にににたるるそれぐらいの人数になるわけですだからまあこの性犯罪っていうのはまあ要はその100人に1人って言ったら例えば自分の好きな韓流アーティストアイドルだったりとかスポーツ選手なんか政治家だったりそれこそ身近な 彼氏だったり、家族だったり、そういった身内だったりっていう人たちが、もしかしたらこの性犯罪に加担しているかもしれないという。だから、なんかすごくこの、なんていうの、全韓国が脅かされたというか、不安になったわけですよ。で、この博士という人が運営するチャットルームは、先ほども言ったように、いくつかに分かれていて、まずね、なんで N 番部屋と呼ばれるかっていうと、 一番、ほら N 番っていう部屋ないんです。一番の部屋、二番の部屋、三番の部屋ってね、どん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 こう S、要は有料会員がお金をどんどん払うことによって、部屋ごとによってこう課金する金額が違っていて、それによってこう番号が付けられてると。だから N 番があるわけではないけれども、それをこう一番、二番、三番って言ってられないので、N 番の部屋という事件名を付けられてるんですよね。 で、まあ、有料のすごい高い人になってくると、課金の高い人になってくると、最大で13万円相当の、えの、高額の課金をする部屋もあると。で、そういう、そういう部屋になってくると、より過激な動画だったりとか、そういったものを見れるようになっていると。だから、あの、まあ、そういったところの部屋だと800人ぐらいなんでしょうけれども、もう本当に全部の部屋の数で言ったら26万人の人たちが、この何らかの、あの、形で、この、 バンアにに関わっていたっていたとうことになるんです、ね、この事件にであの被害者女性をどう、えー、募集していたかというとアルバイトと称してまあ確かに普通のアルバイトではないでしょう軽い気持ちでまあバレないだろうなと思って応募した子たちが多いと思います。でそういった子たちのアルバイトを募って応募する時に個人情報とともにどうしても必須だよっつって必要だよって言ってセクシー画像なんかを送らせたんです。 そうするとこの個人情報とセクシー画像手に入りますから家族に見せるよとこの女性たちを脅してそしてなんか自儀行為さらには過激な行為をどんどんさせていたとまたもっとひどい目に遭いたくなければ他の女の子を連れてこいとそういったことを脅迫してさらに芋づる方式で被害者を集めていたとでさっき74名の女性って言いましたけどこのうち14名が未成年ということです。 で、韓国では大きくね、報じられて、これを会員リストの公開を求める運動に、まあ、芸能人が率先して立ち上がりまして、あの、次々とそれを表明しまして、会員リストを公開しろ、あの、というような署名をこう出したわけです、ネットに。 ただね、これって26万人もの人たちが、会員がいたと言われているので、まあ、物理的に逮捕は難しいだろうと。あと、法的にも難しいんじゃないかと。一般会員は単にアダルトサイトをね、閲覧する目的で入った人たちもいるから、そのケースと変わらないんじゃないかみたいなことも言われていて、まあ、どこまでそれが情報がね、加担した人たちが、の情報が公開されるかどうかっていうのは、わからないです、今のところ。で、この、博士という人、 この人に関しては、韓国の民放テレビ SBS は3月23日に8時のニュースっていうあの報道番組があるんですけど、ここで運営者の顔と名前を公表しています、すでに。で、結構ね、あの、その人の人柄、詳細にもう出しちゃってます。2018年に大学を卒業していて、情報通信を専攻していたとか、ライティングね、こうカメラ、あの、ライ,ライト、 ライトをこう当てるやつライティングが好きであとは読書大会でも1位を取っていて非常に成績も良かったと奨学金も数回受けていたりもしたんだよなんていうことを詳しく報じていますそしてちょっとここはこ興味深いんですけどこの人こういったねネットあの N 番部屋をやる前は自分のなんかポータルアドバイスなんていうのサイトみたいなものを作っていたんですそこではねかつてはですよまだこういったもの N 番部屋みたいな過激なものをする前はあの例えば あのこう相談に乗るようなアドバイスっていうか相談に乗るようないろんな人たちのネットの使い方の相談に乗るようなことをやっていてダウンロードだけでね例えばこう児童ポルノみたいなものってダウンロードだけで逮捕されるんですかなんて質問に。 こう答えていたりとか大丈夫だよと。ただ取り,締ま取り締まりがあればやっぱり捕まるよというようなことだからダメだよとか言ってみたりね。あと女性がこういうのを見たら大丈夫なんですかとか、あと成人用のものは過激なものであっても大丈夫なんですかとか、そういったことにめちゃくちゃ親切に答えてるわけです。もうそれこそ近親相関された女性が、 こうアドバイスを求めた時もちゃんと警察に行くんだよなんていう,うなあなアドバイスだったりとかあと泥酔した女性と関係を持ってしまったんだけどこれって犯罪ですかみたいなことにもすごく細かく親身に会ってアドバイスしていると。これをね2009年か2013年あのアド,バイアドバイス件数がすごい478件も残されている。だからある意味、 あの過激な一面と非常に親切な一面があって二重性があるんじゃないかこの犯人は容疑者は、まあ、今まだ容疑者ですけどあと二重人格っていうものもあるんじゃないかっていうふうにも今の段階で言われています。もちろんこれあまりにも残虐な行為をやっているのであの精神科の人たちがかなりこうあの調べて。 その結果を多分出していくっていうか分かってくるんだろうけれどもそういったことも言われていますそして被害者の中にはその女性の中にはまあこれっていうのも特徴なんですけども一緒に暮らしていた人もいる で、強制的になるのかわからない。これって、ね、ストックホルム症候群っていうのがあったりして、要は加害者の人に、こう、シンパシーを抱いてしまって、なんかこう、離れるチャンスがあるんだけれども、なかなか離れないっていう。これはね、よくある、その、犯罪の中で、犯罪心理学の中でよく言われる、ストックホルム症候群っていうんだけど、よくあるケースなんですよ。こういった女性も中にはいた。で、この女性は、それこそ、この、 あのこれね犯罪に使う,あのこう課金させるのを現金だけじゃなくてビットコインなんかも使ってたんですよ。そういったもののお金を回収したりする役だったりそれあとね会員の中にこの部屋の会員の中からも誰か指名してこうビットコインを現金化させるみたいな作業をさせるような人とかもいたんですよ。 そうう。いいいっった人とかとかも接触をしていたっていうだから結構彼すごくうまくやていうの人と付き合うというか距離感を持っていたり人を使うのがうまいんでしょうねこういったことである意味さっきも言いますけれどももしかしたらストックホルム症候群的なもので彼の近くにはそういった人たちがいた可能性があると。で、えっと、この容疑者ねこれで大体3億円ぐらいの売り上げがあったんですけどもこの逮捕されたと時も部屋から 1170万円相当の現金が見つかっていたということでかなりこれで大きななお金を稼いでいいいでたんじゃないかと言われていますいやちなみにねこの人もう実はもう逮捕されてる、ね、この容疑者逮捕された時にあの首のところにはコルセットをしていましたし結構あの頭にも手当てしている跡があったのはっていうのは彼はあの逮捕後にあの自傷行為を行ったということで。 っってて、いう情報もあってだからコルセットなんかをしていたっていうことですでこの容疑者ちょっと興味深い一言囲み取材であの言ってるんです韓国っていうのは結構容疑者をこう記者の前に出しますからねそういった習慣ありますからねそこで彼が言ったのが止止めめるることとがでできなかったた悪魔の人生をてててくれて本当に感謝していると述べたんです。私この言葉をねこう読んだ時にネットのニュースで「 やっぱり彼っていうのはさっきも言ったけれどもこう二面性というかこう多重人格みたいなもので彼が自分自身でコントロールできない抑えきれないそのすごくきなんていうの凶暴性みたいなものを自分の中に持っていてそれが止められずにいたのかなって思ったりもするただこの悪魔っていうのがねすごくまたもう一つなんか彼だけではなくてこの26万人加担したって言ってるでしょうまあいろいろな加担の仕方で。 あの度合いも違ってくるんでしょうけどみんなその何かしらの悪魔要は興味本位で見たいっていうあの人たちの中にも何となくそういったものを持っているんじゃないかだからみんなの中に悪魔っているんじゃないかっていうね非常に印象深い一言だなと思いました。でこれに関して、えー、韓国でですね、えー、人間の人生を破壊する残 国な行為とムン、まあ、大統領がコメントしまして、まあ、あまりにも大きいところまで騒ぎになりましたので,で N ンベアの運営者だけでなく会員全員を調査して関与した人々を厳しく処罰することはもちろん法律をあの制定して女性の人権を守り、えー、再発を根絶するという意思を表明しました。 そういうのもですね、あのここまでっってしまったのでそう、またこれも新しいニュースで入ってきてたんですけどあの40代のこの N 番部屋に加担していた男性が遺書を残して、まあ、自ら命を絶ってるわけですねこういったことも起きてるんです多分こ,ここで要は表沙汰にしますよというか調査して厳しく処罰しますよっていうのが何だかプレッシャーになったんでしょうね。だから、 あの、非常にその怯えている、自分もこう、公表されちゃうんじゃないかっていう人たちが、今多分すごく韓国にはたくさんいらっしゃるということ、いるということですよね。で、内容が残虐で、反倫理的で、まあ、その真相が明らかになるにつれてね、やっぱり国民の感情がエスカレートしまして、まずこの首謀者の男、あの、博士と言われる。 この人の身元をこう、公表せよっていう。まあ、先ほど言ったようにニュースではもう公表されましたけど、その請願が大統領府に送られました。なんか韓国って結構すぐこう、抗議とかっていうのが大統領府に送られるんですね、聖火台の方に。今回過去最多の200万人以上。これ、今現在も続いているそうですから、多分もっとこの数よりも増えていると思います。そして、またもう一つの請願なんですけど、 この会員全員の身元の情報を公開しろという要求もありました、えー、これもですね3月23日の時点なんですけど160万人の署名が集まりまりしたさっきも言ったほらあの女優さんだったりとか韓流のスターがこういった署名に署名し しましょうっていうのをネットでこう公開しましたねこれのことですよねで悪質なデジタル性犯罪を根絶しようという国民特に女性たちの叫びとして重く受け入れますよというふうにムン大統領がこれこのまあ請願書が届いていることに対して言っていますまあ強力なねあの対応に乗り出したというのはこれ女性だけの問題ではなくて韓国社会の まあ安全性、基本的に人権とこれ関連しているというふうな認識をムンムン政権、まあムンさんが持っているということですね。それには前にこんなこともありまして、韓国って盗撮が深刻な社会問題になってるんですって。で、二千十八年七月にムン大統領がこの盗撮行為に関してね。あまりにも社会問題になってますので、加害者には厳しく被害者に。に を保護するるような必要があるとして国務会議で協調したとあえてそこにまでこう話を出すっていうところまであのそれが非常に印象的だったっていうところまであの認識というかあの持っているんですね実はあのこういった事件起きるたんびに毎回韓国ではこれ処罰が軽すぎるんじゃないかっていうことが議論になるそうです。でで今回の件で あの韓国におけるデジタル性犯罪の処罰を原発化するっていう立法手続きが、まあ、急ピッチに進められれるんじゃないいかとも言われています現在の韓国のその状況どうなのかというと児童と性青少年の性保護に関する法律ちょっと紹介しますと児童と青少年を利用したわいせつ物の所持をした場合1年以下の懲役または200万円以下の罰金という。 こういったことになっていますね軽いんですかねあのちょっとここでねアメリカと比較しましょうアメリカ非常に厳しいですアメリカの場合は児童ポルノと知りながらこれを所持した疑いまあ、同じようなことですけどもで有罪を受けた場合は最大で10年の刑までに、えー、あの宣告されるということなんですねでちなみに日本です 日本、韓国とそんなに変わらないんです。確かにまあ日本の件数上の性犯罪の件数がどうなのかって比較もあって、そこまで要は原発化、原発化、原発化する必要があるのかっていうところもあると思うんですけど、日本の場合は自分のために所持した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金。他人に製造を提供した場合は3年以下の懲役または300万円以下の罰金。 そして、えー、不特定多数に提供だからまあいわゆるネットですよねこうネットで配信したりとかあと公然にこう陳列あの売ったりとかですよねデータを置いて売る店頭になんていうことだと、えー、5年以下の懲役500万円以下の罰金もしくはそのどちらもっていうことになります。今回のの件は韓国の、まあ、社会が抱えるる深すぎる闇 そしてそれはね今も残る女性蔑視これが関係しているんじゃないかこの風潮が何かしら関係しているんじゃないかと言われています韓国の芸能界ではたびたびこう枕営業が表面化して問題になるんですよねあの2019年にはビッグバンのメンバーがわいせつサービスの圧制に関わっていたとして芸能界から引退ということになりましたまたあのベストセラー小説 82年生まれのキム・ジョンっていうね作品があるんですけれどもこれの中に描かれてる韓国人の女性像今も残る差別をこれが浮き彫りにした作品だということで非常にベストセラーになったものがあるんですねえこんなのが今でももしかして残ってるんだって信じ難いんですけど例えばですよ食事の時はその女性が食べる順番が一番最後だったりとかあとまあ,あの女性のタバコは発したないと言われる男性も吸っててもですよ 女性だけは,はしたないって言われたりとか、あと、娘を産んでしまった、女の子を産んでしまったら、姑さんに謝罪をしなければいけない。あと、タクシーで最初に、最初のお客さんは女性を乗せないっていう、なんかその縁起みたいなもので、そういった風習が今も韓国に残っているという、そういったものをこう書いてるんですよ。でね、こういった問題があるんだけれども、こういったなんか女性別視がある一方で、男性からは、 女性たちが韓国社会において優遇されているんじゃないかっていう声もあるんです。あの女性ってあの韓国って兵役があるんですね。だいたい2年ぐらいいきます。でそれが女性には兵役がない。で兵役の恩恵として以前ですよ。以前は公務員の採用試験でこう特別に加,加点をされるっていうシステムがあったんですけれどもこれが女性の 女性たちの声反対で1999年に廃止されたんですねでまたこれを再導入するかどうかっていう、まあ、アンケートを取ったところ8割の男性がいやこれはまた元に戻すべきだっていう声もあってですねだからそのこれに不満を持っているっていう人もいるんですだからこんなようなこともあって今回の N 部屋っていうこの事件ね N 番部屋の事件っていうのはあ,のある意味その不満っていう 男性の女性への不満がきっかけになった、それが生んでしまった事件ではないかという声、そういった意見もあるんですよ。で、あの、まあ、全世界そうなんですけど、日本でもそうなんですけど、まあ、最近って、こうフェ、フェミニスト、フェミニーなこう声を上げたりとか、女性を差別するな、なくそうっていう声を、ま、世界中上,上げるじゃないですか。日本もそうです。韓国もそういう傾向にある。でね、それだったらいいですよ。じゃあ、平等にしましょう。 だったらいいんだけれどもその一方であの男性がね稼ぐべきだで女性は男性に養われるべきだとかデートも男性がエスコートして男性が払うべきだっていうこういった風習はまだ残ってるわけで価値観残ってるわけですこうなってくると、まあ、男性だけがすごく不利なんじゃないかとだからこれがさっきから言ってるあの女性がねもともと韓国っていうのは昔から昔はですよあの 低い立ち、社会的には低い立ち位置だった。それなのに、なんかこの、要は欧米から入ってきたフェミニスト、女性をこう、なんか、女性差別するなみたいな、こういった流れに、もちろんこの10年間ぐらい、だいたい韓国も流れがあるんですけど、そうすると、何を生意気なという、この男性の不満が、こう、紛失している今、状況なんじゃないかと言われているんですね。 女性ばかりがまあ得している許せないっていう感情を持っている男性が韓国の男性がいるというふうにも言われていますただね私はこの事件を最初にパッと聞いた時の印象ここの理由は私さっき言ったね理由は知らないので韓国のその男性と女性の立ち位置だとかその風習をそっちもあるのかもしれないけれどもやっぱりこう印象的にはこの性的思考というまあ 要は韓国特有ではなくて、どの世界にでもあるより、うるこの人間の性的嗜好によるものではないのかなというのもあるんですよ。また、あのこのエレバンベアっていうのは課金制度にしてますよね。どん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 課金をしていくと、どんどんエスカレートあの何て言うの？あの過激なものが見られる。このエスカレートしていけいくシステムを。 要は人間の好奇心ををそそるるようなシステムを作っているエスカレートさせるようなものこういったシステムにもまあ特徴があったんじゃないかなと思うんですね。ただねあの韓国映画私結構好きで見るんですけれどもラブラブなすごく典型的な,なんていうのラブコメみたいなの多いですが結構ね社会問題を浮き彫りにしているような作品多いです韓国っていうのは。その中でも特にやっぱり あの、性犯罪を描いているというか、何らかこう性犯罪のがこう絡んでいるっていう作品が本当に多いんですよ。こういうことからもわかるように、そのような要する性的な思考をに走りやすい何かを持っているんではないかという、まあ分析をしている学者さんもいるようですね。韓国に対して。まあ、ただね、先ほどから言っているように、これは、 ネットの犯罪ですからネットにおける性犯罪が起きてしまったわけですよね今回。だからこれはどこにでも起き起こりうるわけでいかにネットというね 安易に情報をこうさらけ出してしまいがちで、また安易に人と人が知らない人同士が繋がってしまうという、そういった怖さのあるこれツールですよね。もう本当にリテラシーがないと危ないという、こういった危険性を、まあ、今回、この事件によって社会に知らしめたんじゃないかなとは思います。まあ えー、ただですね、まあ、被害に遭われた方本当にいち早くより良い形で、まあ、救われることを願っていますここから何かしら学んで、まあ、同じようなことが日本で起こり得ないとは限らないわけです何かを学んで起こらないようにあの同じような被害がないように、まあ、予防を予防対策をとっていくことっていうことを何かしら考えるべきだと思います え皆さんはどう感じましたでしょうか。ご意見をお待ちしております。そして、フィーフィーチャンネルの登録お願いします。